グラナダのアルハンブラ、ヘネラリーフェ、アルバイ新築はスペインにあるユネスコの世界遺産に登録されたグラナダの世界遺産としての名称である。グラナダはナスル朝の首都であった。ナスル朝はイベリア半島で最後まで残存したイスラーム勢力である。レコンキスタでイスラーム勢力が衰えていく中でマリーン朝がイベリア半島から撤退し、 これによりイスラーム教徒がグラナダに流れ込んだ。その中にはイスラームの高度な技術を持った職人もいた。当時のナスロー、ムハンマド5世がこれらの技術者を保護したことにより、グラナダに世界を代表する高度なイスラーム文化が花、開くことになった。19世紀には外交官、ワシントン・アービングの気候文によって世界に広く紹介された。アルハンブラ宮殿は、 グラナダのイスラーム建築の傑作とされる。その美しさから、イスラーム建築の花と呼ばれることもある。特に、二姉妹の間の天井の昇乳石は、その緻密さから、蜂の巣と呼ばれ、世界最高の建築と称えられることもある。アルハンブラ宮殿ヘネラリーフェは、王族のための夏用の離宮である。イスラームの天国をイメージしたとされる庭園があり、詩人に好んで歌い上げられた。 アルバイシンはグラナダ市内で最も古い地区とされる。もともとはイスラーム教徒のための居住区である。白壁を特徴とし、その景観を壊す開発が禁じられている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。